はい、ずっと奥まで続いている光のカーテン、今年も暖かい光が降り注いでいます。今日は新潟市中央区にあるときめっすにやってきました。あたり見てみるとですね、色鮮やかなライトでしたり、また、雪の結晶も飾られてあって、どこを見ても美しい世界が広がっています。毎年恒例になっているこちらのイルミネーションたっぷりとご紹介していきます。一緒にここからご紹介していくのは成田さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年も毎年恒例ということですが、美しいですね。ありがとうございます。おかげさまでたくさんの方にすでにお越しいただいております、はい、本当にもうどこを見ても美しい世界。全部でどれくらいのライトが使われてるんですか？約2万球のライトを使っています。2万球ですよ。ものすごいですね。で、細かいところを見ていくと、このように手すりの部分も、ね、飾り付けなどがしてあって、スタッフさんもお手伝いなどされているそうなのですが、実は私去年もときめつさんで生中継させてもらったんですけれども、去年よりもさらにバージョンアップをされているということで、どのあたりが、天井の高さを生かしまして、はい、あちらのシャンデリア、そして今回の雪の結晶、はい、そしてこちらの球体、こちらは新しく導入しました、スタッフ頑張りました。手作りの部分もたくさんあるということで、もう思い魂のこもったイルミネーションになっているわけなんです。いや、今年もありがとうございます。ありがとうございます。このように、ね、美しい幻想的な世界が広がっているんですけれども、イルミネーションといえばやはりこれからやってくるクリスマスですね。私のすぐ隣にもそれを象徴する大きなものがあるんです。皆さん見たいですよね。見たいです。見たいですよね。もったいない。そうですよね。お見せいたします。それがこちらです。ドーンと、こちらがそのクリスマスツリー。いや、高い本当に高いですね。高さどれくらいあるんですか？約7メーターのクリスマスツリーです。7メートルです。ちょっと見上げると首が痛いぐらいの、それぐらいの高さがあります。いやー、これはクリスマス気分を存分に味わえるわけです。ちょっと早いけど、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。いや、美しいです。はい。装飾もすごいシンプルで美しいんですけれども、はい、こちらのいつぐらいまで楽しむことができますか？クリスマスツリーは12月の25日、月曜日までになります、はい、他のイルミネーションの方は2月の4日になります、はい、また点灯時間が午後4時から夜の10時までやっているということで、もう時間が経つごとにですね、どんどんこの光の世界が美しくなっていくわけなんです。夜の姿のこちらは見ものですね。ありがとうございます。お楽しみください。はい、ぜひこの機会にこのイルミネーション、それからクリスマスツリーもぜひお楽しみください。成田さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。以上、中継でお伝えしました。